ただこの一貫の向きを、これでいいですね。一貫の向きを変えるだけで、はい、これは手順としてはこの状態で作業しないで、ここにかかった状態で右だから この時はね、関係なくとにかく適当にかけて OK なんで、まずロープをかけるのはどっち向きでもいいです、ね、でロープかけたらこのカラビナを外して、次につけるときに右利きの場合はこう、これでつければいいですね。でこれはこの通る位置が上向きになっても向こう側から入ってもどっちでも構わないんで、自分の好きな方にひっくり返してつければ OK なんで、はい。で、この下を通らない。よろしいですか。ちょっとできましたね。はい。じゃあ次にですね、今度は安全確認をするんですけど、一応全部セッティングが正しいかどうかを、実際形成加工を始める前に一応チェックするんですけど、まず今のところはまだこのビレーが取られてて安全が確保されている状態で、これはまだ解除しないで、まずこの支点となる位置なんですけど、まあ、これはロープなんですけど、まあ、支点となるところがしっかりとセッティングされているか、でロープがちゃんとかかっているか、で次にこの8缶がちゃんとセットされているか、8缶に使っているカラビナもちゃんと正しい方向に、まあ、縦の方向ですよね、向いてて、ロックされているか、で次にハーネスのベルトがしっかりと正しくセッティングされているか、これをまずチェックします。でチェックしたら、もし可能だったら少し体重をかけてみます、ロープにぐーっと。でこの時に、まあ、できるだけこの支点にこの8缶が近い方が大きくこう倒れ込まなくても済むんで、少しこうなるべく奥の方でやっていくといい場合があるんですけど、まあこれ状況によってっていう感じで、でしっかり右手を持った状態で一回こうロープに、支点にちょっとロープに体重を預けてみる。でここでもう一回チェックして、まあ正しくできていれば一回テンションを抜いて、もう一回ちょっと抜いてから、もうこの手は離さずに、はい、もうこの手を離してしまうと、まあ、この安全、このビレーが取ってある間は大丈夫なんですけど、これからちょっとこれを取り外すんで、これ離さずにこのビレーを取り外すと。だからこれ全部全てが OK っていうのを確認した後に。あれ反対どういうことですか、これで。あ、いいんだ。はい。外して、この、ギアホルダーにクリックとして、はい。で、これでですね、今、もうこのロープにですね、このロープ一本に命がかかっているんですけど、で、この最終的にはこの、今右手だったり左手だったりとか、制動をかける手に、すべての、こう、自分の安全が関わっているんで、もうこの手は離さないと。何があっても、離してしまうと、ただちょっとこう離してしまうと、体重がかかるとどんどんこう、縦流れピッチが起こっていってしまうんで、この手はもう絶対離さないようにしながら、もう一度、体重を少しかけて、ここでまたチェックをします。正しく、カラビナとかがちゃんとセットされているかと、支点の位置がちゃんとなっているか。で、OK だったら、これから向かう下の状況もチェックしますね。はい。で、下もまあ安全かどうかちょっと分かりにくい部分もあるんですけど、一応下の状況もチェックして OK だったら、検出確保を開始するんですけど、検出確保はですね、この右手で、制動をですね、こいつを、この右手をこう緩めることで、ロープが流れていって、自分の体が下にスライドしていくんで、このロープをスライドしていくような感じなんですけど、ここで、そうですね。この右手で、そのスピードとかをコントロールすることになります。で、たまにですね、この左手、制動かけてない方の手を、この8缶の上側を握って、強く握ってしまって、ここでこう調整をしてしまう。まあ、本能的にそうなってしまうんですけど、そうするとですね、右手が今度おろそかになるんで、この手がしっかり効いてる間、右手がもし離れてても、ここである程度体重ぐらいだったら、支えられる、最初のうちは支えられるんですけど、
それはだんだんとこう、握力がなくなってきたりとかすると、だんだんその支える力がなくなって、その時に右手がおろそかになっていると、そのままこの手を離すと、ザーッとこう流れていったりとか、することもなくもない。そういう危険もなくもないんで、ここをまず持ったとしても、強く握らないように。まあ、最初だけなんですけど、最初の、慣れないうちだけなんですけど、基本的にはこの、この制度をかける、エイト管よりも下側のロープを、できれば両手で持った方が、そういう危険は少ないんで。あ、こっちじゃなくて、こっちなんだ。こっちになりますね。下から、この状態で、で、この左手は支えてるだけね。うん。まあ、ちょっと、多少補助はしたとしても、基本的には右手でコントロールすると、そういう間違いが起こしにくいと。そういう感じになります。これ体重かけていくんですね。で、この時に、懸垂加工を始めてですね、手袋を忘れてしまったと。いうことに気がついたら、ロープが太い場合、10.5 とか、10ミリ以上のロープを使っていれば、こうダブルでかけてると、そんなにこう、ロープの抵抗が結構強いんで、そんなスピードが出ないんで、意外に手袋なしでも、やけどせずに、降りれたりとかをするんですけど、この、今使っているこの8ミリとか9ミリとかっていうロープになると、かなりこう、抵抗は弱いんで、制動をしっかりかけないと、スピードがつきすぎてしまう可能性があるんで、手袋を忘れてるなっていうのに気がついたら、もうその場でストップして、で、もしも安定したところでストップできれば、その時点でもう一回ちょっとこう、ビレーが取れれば、ビレーを取って手袋をすると。まあ、戻ることができればいいんですけど、まあ、戻れない場合はですね、まあ、その場で一回止まって、で、ビレーも取れないようなら、こいつを一時的にロックすると止まれはするんですけど、それもやるとちょっと、頭が混乱すると思うんで、それはまた、後ほど、もうちょっとこうレベルは、まずこの懸垂加工ができるようになったら、ロックしてっていうのをやります。とりあえずその前に手袋を必ずチェックすると。で、忘れたなと思ったら、このまま進むと、ちょっとこう、手が熱くて握ってられないような状況になってしまうと危険なので、まあ、一時的にこうストップして、できるだけ手袋をその場ですると。で、その前には必ず手袋のチェックも必ずするように。それが結構忘れがちなんで、手袋、してなかったみたいなことが、僕でもあるんで、手袋チェックだけしっかりとして、やけどしないようにですね。で、もしも、途中で、まあ、手袋がなかったと。で、どうしようもない場合はですね、もうできるだけこの抵抗をつけて、ゆっくりと、降りると、あれなんですけど、その場合はやっぱ、両手で、握って、両手で制動をかけて、で、ゆっくりとにかく降りる、感じですね。ゆっくりゆっくり、とにかく降りて、手を離さないっていう、手を離さなくてもいい状態に。よろしいですか？そこまで。で、一応ここまではですね、ちょっと練習してもらっていいですか？まず、懸垂加工に入るところ、このところまでを、もう一回ちょっとこう外して、そこはシミュレーションが、もうセッティングが、こう体で覚えなきゃいけないんで、